天高く花火が打ち上がる。ほら映ってるでしょ。ビナーレチドン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 。はい、こんにちは、ブルーホースです。さあやっていきましょうか。本日もねブレッジでございます。で、前回は宝物をね、バクバクと取りまくってね、でちょっと収録日が前回と異なってますんで、今回ちゃんと記憶の整理をしてね挑んでいきたいと思います。前回ね記憶が錯綜してね、じゃあハイゼンベルク工場行こうかって言いながら、ね、宝物の探しに行くっていうね、あれお前どうなってんのっていう感じだったんですけどね。はい、でこれなんか柵がないんだけど、実はね見えない柵があります。っていう話はどうでもよくって、じゃあ向かっていこうか。ここがね、なんか何周かして初めて、あ、ここでラスボス戦やるんだっていうことをね、改めて気づいたんだ。だから実は儀式のやっている場所ってここだったんだねっていうのをなんか、ね、知らなかったんですよね。っていうまあ話もしつつね、この貴族4人たちがね、一体何者なのっていう話なんだけどね。これドミトリスク城、届いてるんだ。すげー。はい。じゃあ、聖杯をはめてね、はめはめしてね。あ、感じちゃう、いっちゃうって。あ、締め付けがきつくなってるね。締め付けきついとね、やっぱりね、それだけね、前後した時の動きがすごい、気持ちよくなっちゃうんでね。なんか出てきた。はい。そうそう、締め付けがきつくなったら、どん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 、長くなって、硬くなって、太くなっていくっていうね。あれ、こんな話を、のっけから前半、ブイ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 してて大丈夫ですかね。まあ、いいか。みんな、好きだろう。ねえ。ということで、あ、塞がれちゃった。降ります。え、このとこで降りるのか。いや、ここでは着陸ができないんですよ。それでも降ります。っていうネタご存知の方がいらっしゃれば、相当複数の方がいらっしゃるので、クリカン時代とか山田康夫さんの時代の頃の話ですからね。暴走物を。おー、空が綺麗でございますね。でもおかしいな、下に降りてってる、なぜその位置に空が見えてくるんだす。あ、滝か、ごめん。ってことはあれドミトリスクじゃなくて、ベネビエント邸の滝が見えてたってことなのかな。ね、なぜかこんなところにある謎のセーブポイントっていう、あれだね。ってことはあっちの方にドラベニビエントがいるんだな。オープン、ドゥイン、オー、イーソン・ウィンターズ。ようこそ。ウェルカム。まさかドナとモローまで殺すとはな。怖いな、あれ。だがアメリカじゃもっとひどい目にあったんだろう。まあ、アメリカじゃひどいどころか、もう僕死んでるんで、お亡くなりになってますからね。中に入ってこい。心配するな。よし、じゃあ、このまま行きましょうか。何のつもりだ何のつもりだ何のつもりなんでしょうね。まあ気にしちゃダメですよ。ピーオープンセサミ、お邪魔します。なんかすごい上からポタ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 ージュが降ってきてるけど、お芋のポタージュとか美味しいよね。コーンポタージュって当たり前じゃないですか。なんか、冷製ポタージュ、なんか、じゃがいもで作られてるって、あれ結構美味しいんですよね。皆さんご存知でした？って、そんなのは知らないよね。薬液劇中。だって、そうそう、この裏とか透けて見えないのか、透けて見えることはないのか。じゃあ、こうやって覗く。ドミトリスクが×。で、ドナも×、モロも×。ほう。なんかここら辺の写真をじっくり、あー、かわいいローズ。ちょっと一枚一枚じっくり見ていく。あれ何？何の死体だあれは。骨とかあるよね。で、金婚の章と、あ、なんか足、臭そう。洗ってなさそう。え？あーこれ、え？メタルギアソリッド？多分お父さんのため、あ、ズームがしょぼい。スコープ買っとくべきだったね。しまったね。で、アルチュー。ゴリラ。ちょっと可愛くなった人。怖いおばちゃん。かわいいロジュで、マザ・ミランダ、ドナ、カッパ、ハゲ。で、下の資料とか特にないっていう感じが。ここら辺のアイテム特にないもんね。よし、じゃあ、行きましょうか、早速ね。あれ、ちょちょちょ。シャー。シャーどころ、落とした。なんだこれは。これはですね。やつの趣味ですね。写真撮影が趣味のやつが、当ててやろう。
他の奴ら同じように俺を倒せばローズを救えると思ってるんだろ。進化が多いよね。娘は治ると聞いた。ハマキ大きくて太くて硬いの吸ってる俺ってすげえだろみたいな、そういう多分うぬぼれがあるんだなと。くそ、うるせえな。結局この何だったっけ、シツル、静かにしてろ。で正体何だったんだ、誰だったんだろう、なんかお父さんみたいな説があるっていう話もあったけど、ね、実際それがどうなのか、それ確実なんだったっけ。いいか、お前はミランダに踊らされてる。何の話だ、これもゲームか。踊らされてるって言うけどね。座れ、座れてろ。そんな怒らなくても、あの図体のデカい丸サングラスをかけてるやつって、なんかの怪物、異性はいいけど大したことがないっていう、なんかそういう試されて個人的な印象ある。ミランダの家族になる資格があるかどうか。なんかそんなものになるつもりはない。俺だってそうだが、この様だ。ワンピースに出てくるさ、なんか下のがベロベロ長いさ、めでたく入れ替えってわけか。ギャングベッツのさ、部下にいたじゃん。お前らの事情なんか俺にはどうだっていい。サンジに身内してさ、サンジが青ざめるシーンの時のさ、俺もだ。あいつ絶対小物感丸出してさ、カメレオンじゃんみたいな。ミランダもビビるから。マトリックスに出てくるモーフィアスとかね、もう小物じゃないんだけど、なんかすごい、ね、あんだけ強そうな雰囲気出しといてエージェントにボコボコにされる。モーフィアスも実はあれ丸メガネ、あ、丸サングラスかけてるからね。俺と組まねえか。ハイゼンベルクなんか中肉中背体型な気がする。あのガキの力で腕とか結構強そうな感じを見せておいて、でもちょっと研究に没頭しすぎて運動不足とか中肉中背で、で実際に使える筋肉っていうのが育たなかったから、また機械化してイーサンを襲ったけど結局やられちゃった、ね。まあ、多分あれはでもゴリスに、あの、なんだっけ、工場を潰されたちょっとメンタルブレイクもあって実際に戦うことができない。ああ、すごい体勢になってる。これさ、シュツルムってどのくらいのスピードで来るもんなんかね。あれやばい、これどっちの方向に逃げていったらか分かんない状態なんで、あれこんなにぼやけてたっけ。やばいやばい、無理無理。あれだね、これがチェーンソーになってんだよね、プロペラじゃなくて。はい、急いで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 、走る俺たち、流れる汗もそのままにしゃがむ。お、結構早い。行き止まり。来てる。お、結構早いんだね。はあ。これ巻き込まれたら一撃なのかな。だって普通にボス戦、おお、なんかすごいウォータースライダーな。ふい。着地。そうそう。なん。のさ、ボス戦とかだったらさ、なんかまあ 2,3 発食らうまで生きてるじゃない。あれ巻き込まれたらもう壁に追い詰められて壁ドンされて終わるとか、そういうあれになってくるのかな。どうなんだろうね、そこら辺がちょっとよくわからないんだけど、まあまあまあそんな話はどうでもよくって、じゃあサクッと進んでいきます。これまたあれだね、厄介だね。どう進んでたらいいんだろう。普通にこうちょっと記憶をたどりながら、こっちじゃなかったみたいな。あれちょっとめっちゃ引っかかってる。あってんのか、あってんのか、よかったよかった。で、あ、なんかある。スクラップ。そうね、ここのね、スクラップ全部集め切れたかどうかっていうのは、いつもなんか悩みどころになっちゃうんだけど、スクラップ A ばっかりやな。スクラップ B がないと、強い武器作れないんやけどな。ハンドガンくらいだったら作りなさいや、みたいな、そんなところなのかな。スクラップ、あ、B あった。よし。で、じゃあ、こいつ登っていきましょうか。ほい。OK。これ結構ね、大変なんですよ。足引っ掛けるところがないところで登るのっていうのが。うん、すごいわかる。で、ここ進む。クレーンが動いてる。ゴミ処理。ヘッドショット。景気が悪い。一発目外すっていう景気が悪い。はい、はい、はい、近づいて。もう関係ねえ。返事がない。溶けていくようだ。さよなら、三角。また来て、近くは遠く、豆腐は白い、白いはウサギは跳ねる、跳ねるはカエル、カエルは青い、青いはバナナ、バナナは剥けるはチン。開けます。まあ工場にも入ってきたし、まあ区切りいいよね。このまま進んでったらどこまで進んでんの。うわ、クモの巣切ったね。お、すげえ。工場の向こう側は、一面に広がる。これは多分水、ティーがあったぞ今。ティー、ティー、ティー、
なんか鎖とかいる。すごいよね。こうやっぱスケール世界に行けるってよかったんだよね。一体どうなってる？スケルトン。どうなってる？上に戻らないと。どうなってるっていうのは、ね、うん、まあ。世界が透けてんだよね。さて、じゃあ、ここでちょっとしばらくアイテム回収だけカチャコンしといて、だね。すぐに透けてんですよね。すごいね。取る。で、こっち戻って、あれ？ここアイテムなかったっけ？あったあった。こんだけか。寂しい。あ、もう全部届こうて。さあ、これも一応やろうとは思うんですけどね。どうなるやらですね。はい。この先進んでいったら、ちょっとまたセーブポイントがどこら辺まで行ったらいいかっていうのがちょっと見失いかねないので、一旦ね、この辺りでね、シュール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 。寝てたやろ、お前今。お任せちょっと怖くてできないっすね。新しい品を仕入れましたよ、ウィンターズ様。仕方ないね。はい。ということなんでね、そしたら一旦、見えない。一旦区切りのいいところまで来たんで、この辺りでね、ちょっと今回短いパートになっちゃいましたけど、終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでね、また次回パートでお会いできて、おー、気持ちいいと思いますんで、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンね、押してください。ということで、また次回パートでお会いいたしましょう。最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。さよなら。花火。トリビアン。シャキ。トリビアン。